ハロー YouTube、今日はですね、アメリカのですね、ペンシルバニア州ソーコンバレーというところに来ているんですけれども、全米シニアオープンのキャディ、残念ながらちょっと予選落ちで今日終わったんですけれども、アメリカらしくですね、アメリカの、最高裁判決のお話を今日はしたいと思います。アメリカ連邦最高裁でですね、人工中絶ですね、生後15週以上かな、経った胎児の中絶に関してですね、憲法で、アメリカのね、憲法でですね、もう憲法上の権利として中絶することが認められていたんですけれど、これ1972年のですね、判決によってですね、認められていたのがですね、覆されまして、これは、まあ、憲法上は違法であると。いうふうな判決になり、各その州だったりとかの行政の長官の判断に委ねられるということになりました。つまり、州知事とかが人工中絶は違法であるというふうになった場合ですね、本当懲役刑だったり罰金刑だったり、そういったものが中絶に対して課せられるというようなことになってしまいましたと。日本ではですね、合法的に中絶できるんですけれども、アメリカはですね、違法になってしまいましたと。憲法上はですね、憲法上は違法になってしまいましたということで、生後一定期間、生後というか妊娠後ですね、一定期間が経過した胎児というのはですね、人工中絶ができなくなる可能性がある。ある州ではできなくなるという可能性がある。なんでこんなことになってしまったのかというとですね、伝統的にアメリカはですね、その保守派とリベラル派というのがですね、まあ、争ってるような状況になります。まあ、保守派が、共和党、そして、リベラル派が民主党支持みたいな感じになってるんですけど、まあ、最近はね、そんな単純な問題でもなくなってきたんですけれども、なんでこんな判決が出たかというとですね、これ、連邦最高裁にはですね、9人の判事がいるんですけれども、そのうちのですね、6人が保守派、そして3人がリベラルになってます。なんでそんなことになったかというと、大体ですね、5対4とか4対5とか、保守が5、リベラルが4とか、その逆だったりとかすることが多いんですけれども、これはまあ本当保守のゴンゲみたいな方でですね、南部、アメリカの南部に多いんですね、そういった人たち。で、西海岸の方はリベラル派が多いというのが、まあアメリカ、まあ、ブルーステートとレッドステートって言われるんですけれども、ブルーの方がリベラル派、そしてレッドの方が共和党支持の保守派というふうに簡単に言うとそういうふうに分けられるんですけど、トランプ大統領が大統領だった時にですね、この連邦最高裁の判事というのはですね、指名ができるんです。ただし、これ終身雇用みたいになってるんで、誰かがまあ死んだりとか、本当に辞退したりしない限りはですね、ずっとその判事が、判事を務めるんですけれども、ちょうどトランプ大統領が大統領の時にですね、リベラル派の判事が亡くなられて、それをどうするかってことで、これ大統領に指名権があるわけですけれども、大統領ももちろんその保守派ゴリゴリの判事を任命してしまったことでですね、6対3になっちゃったんです。で、今回、ある州でですね、その中絶は違法なんじゃないかっていう、まあ、裁判が起こされてですね、それが連邦最高裁に行って、保守派のですね、賛成多数でですね、なんと人工中絶がですね、認められなくなってしまったというのがアメリカで今起きていることなんですね。はい、ということでですね、アメリカっていうのは本当に面白い国でですね、本当 IT とかね、まあ、最近だと NFT とか Web3.0 とかね、ニューヨークとかでやったりとかしてるし、バイオテクノロジーとかいろんな、まあ宇宙もそうですけど、いろんな分野で最先端のことをしている反面ですね、未だにその、進化論を信じてない人がいたりとか、もうなんか人間は猿から進化したなんていう進化論を唱えるとね、冒涜、神を冒涜してんじゃないかっていうふうに思ってる人がいたりとか、国民の半分以上はですね、海外旅行したことがないとかですね、まあ、なかなかね、そういう香ばしい人たちもたくさんいる。だからこそ、トランプ大統領がですね、前回の大統領選で、当選してしまったわけですね。で、じゃあこの後、まあ、さすがにちょっとトランプひどすぎたね、みたいな話で、バイデン大統領がですね、民主党から出たわけですけれども、バイデンさんもね、あんまりこう、人気がなくてですね、ちょっと微妙な感じになってたりとかして、
今後のね、大統領選も混沌としていくんじゃないかなというふうになってます。同じような問題でですね、銃の規制をするべきなんじゃないかとリベラル派の人たちは言ってるんですけれども、保守派の人たちが、いや、銃を持つことは自分の身の安全を、ちゃんと担保するためには必要なことなんだと。まあ、やっぱりこう保守派っていうのはですね、こうアメリカがね、アメリカ人がですね、イギリスからこうメイフラワー号に乗って政教と、いや、ね、アメリカにやってきてからですね、西部を開拓したりとかするときにですね、こうね、略奪とかこう盗賊とかそういうのから自分たちの身を守るために銃を持つのは当たり前なんだみたいなね、そういうこう荒くれ者の時代もあったわけですから、その頃のもう精神というのは生きてるわけです。つまり銃を持つことは僕たちの権利なんだっていうふうに言う人たちがいるので、銃規制っていうのはなかなか進まないと。日本の場合はね、あのかの有名なね、豊臣秀吉さんが刀狩りをやったんで、それで日本は銃を持つ人たちが、一般人が銃を持ったりとか普通はしないわけですよね。これ本当にね、豊臣秀吉さんの刀狩りの成果なんですよ、実は。本当ね、歴史というのはね、今まで繋がってますからね。で、まあ今回のその最高裁判決、人工中絶をね、認めない最高裁判決が出たことでですね、LGBTQ のような人たちが、例えば同性婚を認めるような、州が結構増えてきたわけですけれども、あるいは、例えば大麻を解禁しようとかですね、様々な、こう、リベラル派のアクティビティがですね、今の状況、最高裁判事のですね、6人、9人中6人がですね、保守派であるということがですね、結構大きな影響を及ぼしてくるんじゃないかというふうに言われております。ということでですね、今日はアメリカの連邦最高裁でですね、中絶が認められない、憲法上での権利として中絶が認められなくなったことについて解説させていただきました。ということで、いってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン、出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で、たったの220円で僕は必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。さあ、津田アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるしょ。